たまっち久しぶり。移ってきてもう半年以上経つけれども、なんとか畑もようけ見つかって、いろんな人に教わってなんとかやってます。親父もゴルフしながら、ゴルフもやりながら農業もしながら健康が良くなりました。遊びにおいで、待ってるで、待ってるよ。空気のいいところでテニスやゴルフをもっと楽しんで生きていきたいなと思ってセカンドライフにぜひこっちの方来ていただければ、楽しいこといっぱいあります。ぜひ皆さんとまたお会いすることを楽しみにしております。またね、みんなね、ま、遊び来てね、遊び来てね。心配していた転職の方も問題なくうまくいって、今では前と同じ IT 業界で仕事をさせていただいてます。ママ友もたくさんできました。そしてマイホームも手に入れちゃいましたバイバイ。成功、元気にしてる。横浜は今どんな感じですか？山梨に来るときは成功にもすごい心配してもらって、大丈夫って言ってもらったけど、すごい皆さん本当に優しいし、困るともう本当近所の方がすぐ飛んできてくれて、なんか世話してくれるっていうか助けてくれる本当に来てよかったなって思ってます、ね、自然のものを感じてるとね、なんかこう自分がやりたい花火のヒントっていうのをね、すごいこうくれるというか、埼玉に行った時はなんかみんなワイワイですごい楽しかったけど、やっぱこう自分の夢を追うにはやっぱ俺はやっぱ山梨が一番かな。山梨にこう来て、まあ、町の人とこういろいろ仕事させていただいてるんですけど、一緒にやってくれる移住者もすごくこう増えてきて、今山梨って実はすごいやりたいことができる場所なんじゃないかなってみんなで言ってます。山梨にお越しください。おーい、東京神奈川の皆さん、すっかり山梨県民になっちゃいました。のんびりしていてゆっくり子育てできるいいところだよ。ちょっと行けばね、動物がいっぱいいるし、隣は牧場で馬がいるし、ちょっと上がれば羊やヤギもいるし、移住の相談にもいつでも乗りますよ。一緒に住もうかい。山梨県。